です。はい、でーでん。こちら皆さん何だと思いますか？マネちゃんが食わず嫌いを決定戦で吐いたやつのバケツ違います。言ってない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 。これタイムカプセル違います。こちらはですね、なんとスライムでございます。いや、これなんかアマゾンでマネちゃん買ってきてくれたみたいなので、今日はこちらで遊んでいきたいと思います。やだやだ。まあこういうね、かわいいキラキラビーズとかが入ってまーす。でねーん、すごいいっぱい入ってる。おやいっぱい入ってる。はい、こんな感じでめっちゃいろんなスライムちゃんの種類があります。そういったら、まずちょっと手始めとしてかわいいの1個作りたいんですよね。たらやっぱりピンクかな、ピンクかな。うわ、すごーい、しっとりしてる。あ、くっついてる。あ、今日の古谷さんのネイルと同じ色。ピロー、すごーい、伸びる。あのチーズハットクみたいな感じ。あっぱり、シャラーナー。え、かわいい色じゃない？なんかリトルマーメイドみたいじゃん。これをこうやってこうやって混ぜていくの。あああ楽しい。あ、すごい。すごい。これ入るかな、もう一個。なんかピンクみたいなやつ入れてみたいと思います。あ、すごい、なじんでいく。伸びなくなりましたね。伸びを失ったスライム。あ、でもすごい綺麗。ASMR のスライムの音を聞くのめちゃめちゃ好きで、なんか中でもゴリゴリ系っていうか、なんかゴニョゴニョ系みたいなのが好きなんですよ。それをちょっと作りたい。水色、これ使っていきたいと思います。あ、これなんかスムーズにすごい綺麗に撮れた。綺麗な色。あ、すごい、こっち伸びるもん。なんかすごい、ほらビローン、すごい。もうゴリゴリを超入れていく。ゴリゴリをもう全部全部全部。あ、かわいい。でももうすでにね、かわいい、ファンシー。でも本当に結構スライムの動画見てると、もうほぼビーズじゃんぐらいの感じなの。そういう大きいビーズだけ。うん、ちっちゃいのもある。あ、いっぱい。そうだね。おお、カレーみたい、カレーの粉みたい。カレーってすごい、キラキラを。めっちゃキラキラ。そうだね、手キラーなるね。すごい。これなんかね、スライムのプロたちはね、もうスライムから作ってんのよ。なんかその硬さとか、その粘り気とかのやつをもうね、作ってんの。なんかそっから、あ、手が手が手が、あれまた綺麗な色になってるね。すごい、銀河系、銀河系の色になってる。なんかどんどん生まれてくる。このでかいものたちが。確かに。全然なじまないの、このでかいのが。うわあ。ああ。なんかね、このスライムだと音は出せなそうだな。なんかどうやら。これなんだ。あ、発泡スチロールだ。全部じゃなくてちょっと入れた。混ぜー。もうね、
馴染まないで、生まれてくるこれ生まれてくるこの喧嘩してるスライムとこの発泡スチロールとビーズたちがね、飲み込むなっつって、俺はお前には飲まれんぞみたいな感じでね、すごい逆らってくるんだよね。あーでも、すごーい。これえなんだこの謎のあの、あー粘ってる、なんかネバネバしてる、綺麗でもないし、なんか生まれてくるし、ぽいこの古谷さんが作ったどうです、でもこれ可愛いよね、これ綺麗な色だし、すごい、まあ、可愛いね。ちょっといい音できるやつを作りたかったんですけど、だからいい音が鳴らなくて、ちょっとね、音をなんか古谷さんが求めてた音の鳴るスライムは作れなかったんですけど、まあなんとかね、ASMR なんかこのスライムを使ってうまくちょっと撮ってみたいと思うので、楽しみにしていてください。それではキャナダが良かったと思ってくださった方は、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。